皆さんこんにちは。世界ワンジャパニーズレッスンです。私は教師の岸根と申します。どうぞよろしくお願いします。ではまず発音の練習から始めましょう。今日はさ、し、す、せ、そを紹介します。一緒に発音して練習しましょう。さ、し、す、せ、そ。もう一回言います。さ、し、す、せ、そ。言いましょう。さ、し、す、せ、そ。さ、し、す、せ、そ。はい。では、さから始まる言葉を紹介します。一緒に練習してください。魚、魚。寒い、寒い。さようなら、さようなら。このさようならは人と別れるときに言う挨拶です。友達同士だったらじゃあまたねやバイバイもよく使います。では次に、しとすを練習しましょう。一緒に言ってください。塩、塩。下、下。白い、白い。寿司、寿司。好き、好き。この好きはが好きですという言い方を使って、好きなもの、好きな人、好きなことを言うことができます。例えば、私は猫が好きです。それから、私はビールが好きです。それから、私はスキーが好きですということができます。では続けて、せとそを練習しましょう。一緒に言ってください。世界、世界。狭い、狭い。石鹸、石鹸。外、外。掃除、掃除。では皆さん最後に、さしすせそ、もう一回読んで発音のレッスンを終わります。聞いてください。一緒に言いましょう。さしすせそ、さしすせそ。はい。では今日のウィークリーレッスンに入りましょう。今日は店での会話です。お客さんがお店に行って、お店の人と話をしています。では会話のビデオを見てください。すみません。はい、いらっしゃいませ。これはいくらですか？少々お待ちください。出てきた表現を練習しましょう。一緒に声に出して練習してください。これはいくらですか？これはいくらですか？これはいくらですか？言いましょう。
これは自分に近いものを指しています。自分から少し離れているもの、相手に近いものはそれと言います。それから私からも相手からも離れているもの、これはあれという言い方をします。では一緒に値段を聞く言い方を練習しましょう。言ってください。これはいくらですか？それはいくらですか？あれはいくらですか？それからこれ、それ、あれの丁寧な表現はこちら、そちら、あちらと言います。会話のビデオの中で店員さんはお客さんに対して話すとき、こちらはという言い方をしていましたね。では続いての表現です。19,800円です。19,800円です。19,800円です。数字に円をつけて値段を表します。いくらですかと質問をして19,800円ですと答えます。では皆さん少し練習をしましょう。一緒に言ってください。これはいくらですか？200円です。これはいくらですか？150円です。これはいくらですか？140円です。では皆さん、私が質問を言います。皆さん答えてください。すみません、これはいくらですか？これはいくらですか？すみません、これはいくらですか？はい。では続いての表現です。日本製ですか？日本製ですか？日本製ですか？国の名前に姓をつけて、そのものがどこの国で作られたかを表すことができます。ここでは質問を表すかをつけてお店の人に質問をしています。では1回練習しましょう。国の名前は第1回第2回のレッスンで勉強しましたね。一緒に言いましょう。ドイツ製、これはドイツ製ですか？フランス、これはフランス製ですか？中国、これは中国製ですか？では最後皆さん言いましょう。イギリス、これはイギリス製ですか？では続いての表現です。これをください。これをください。これをください。をくださいを使って店やレストランで注文をする言い方ができます。一緒に練習をしましょう。言ってください。コーヒー、コーヒーをください。ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガーをください。ラーメン、ラーメン、ラーメンをください。それから先ほど勉強したこれ、それ、あれを使って言うこともできます。言いましょう。これをください、それをください、あれをください。では皆
さん、今日のレッスンはここまでです。次回のレッスンも今日勉強したこれ、それ、あれを使って練習をします。ですので今日のレッスンのビデオ何回も見てください。それからこんな勉強したいというリクエストがありましたらメールをお願いします。では皆さん、さようなら。